疑問文ノック <music> Hi, 今日は疑問文ノックをやってみましょう。このノックシリーズの使い方を申し上げておきますね。私の再生リストにいろんなノックがあります。中1英語ノック、過去形ノック、疑問文ノックと作ってきました。他にどんなノックが始まるのかそれはまだわかりません。このノックシリーズはですね、あなたが中学校の英語を 使えるようになっているか、そのチェックになります。知識だけにとどまらず、運用レベルですね、になっているかをチェックするためにあります。左側の日本語を見て、10秒以内に言えるということでしたら、あなたの中学英語は運用レベルになっているということです。ですが、言えない場合は、2つ理由があります。1つは、文法がわかっていないということですね。その場合は、文法をやり直す必要があります。 よかったら私の再生リストにミスターエビンの中学英文法を終了するドリル、こちらの解説動画を載せているのでやってみてください。または型の応用という再生リストも有効です。型の応用シリーズは中学校の英語を使って同じ型でひたすら単語を変えて例文を作っています。これを練習していくというものですね。なので中学校の英語が入るわけですね。この2つが有効だと思います。 もう一つ考えられることは運動が足りていないということです文法はわかるんだけど口から出てこないという場合は運動が足りないので感情と一致するまでたくさん音読を重ねてください必ず出るようになりますということですねはいではやっていきましょうね1沖縄は冬どれくらい寒いのまずは言ってみましょうねどれくらい寒いだから How cold is 沖縄、in the winter。はい、こんな感じですね。解説します。はい、how という疑問詞は右側にこうやって形容詞、あ、つない。形容詞を伴ってどれくらい何々という程度が言えるんですね。 どれくらい寒いのかということですね。はい。この部分が保護になります。B e 動詞、沖縄が主語ですね。どれくらい寒いの、沖縄はということですね。in the winter は飾り言葉、冬にということになります。15度くらいかな、沖縄ね。比較的温暖ですよね。はい。t o 札幌は夏どれくらい暑いの ?How? 今度は暑いだから、hot is Sapporo. in the summer はい同じ文法ですね3屋久島は鹿児島からどれくらい遠いのどれくらい遠いなので How far is Yaku Island from 鹿児島 そんなに遠くないイメージですね。私一度行ったことがあるんですけど、あ屋久島はね。よかったら一度行かれるといいですよ。すっごく綺麗なところですね。本当に宮崎駿の世界ですよ。すごく綺麗！苔が苔がめちゃくちゃ綺麗ですね。はい、なんかねトッピーっていうね。あの船で行くんですよ。鹿児島港からそんな遠くなかったですねえ。もう着いたの？って思った記憶があります。トッピーってね。飛びウオのことだと思うんだけど、可愛いですよね。はい。 4:Tokyo はどれくらい大きいの ?How big is t o k y o 5 f v e 富士山はどれくらい高いの ?How high is Mount f u j i 6ナイル川はどれくらい長いの ?How long is the Nile、はい、ダプラス地域名は顔,の顔じゃない川の名前になりますね。7: びわ湖はどれくらい深いの ?How deep is Lake Biwa? なんかビワってアルファベットで書いたらかわいいかも結構好きかも。Okay. 8: あなたのおじいちゃんはおいくつ How old is your grandfather? はい、How old? どれくらい年取ってるのってことだから年齢を聞くことになるんですね。9、この建物は築何年これを物に使うと今度はその物の古さになりますよね。How old is this building? 10. 彼女はどれくらい背が高いの ?How tall is she? はい、このように How は右側に形容詞を伴ってその程度が聞けるわけですね。はい、では音読していきましょう。1 How cold is Okinawa、ok、in the winter?How cold is Okinawa in the winter?How cold is Okinawa in the winter? How cold is、ok How cold is Okinawa in the winter? 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 Two. How hot is the poor in the summer? How hot is the poor in the summer? How hard is the poor in the summer? How hard is a poor in the summer? How hard is a poor in the summer? How hard is a poor in the summer? How hard is it poor in the summer? How hard is a pour in the summer? How hard is it the poor in the summer? three. How far is Yaga Island from Kagoshima? How far is Yaga Island from Kagoshima? How far is Yaka Island from Kagoshima? How far is Yakushima Island from Kagoshima? How far is Yaku Island from Kagoshima? How far is Yaka Island from Kagoshima? How far is Yaka Island from Kagoshima? How far is Yaka Island from Kagoshima? How far is Yaku Island from Kagoshima? How far is Yaka island, is island from Kagoshima? Four. How big is Tokyo? 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 Five. How high is Mount Fuji? 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 Six. How long is a Nile? 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 Seven. How deep is Lake Biwa? 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 Eight. How old is your grandfather? 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 Nine. How old is this building? 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 Ten. How tall is she? How tall is she? ハウトイシ l ハウ s イシー、OK、11。今晩何するの言ってみましょうね。What are you doing tonight? はい、解説しますね。U が主語。 b 動詞と動詞の ng で現在進行形ですね。はい、what の部分が目的語になりますね。はい、b 動詞と動詞の ng の現在進行形は今もっか回やっていることにも使えますし、決まっている未来の予定にも使うので、我々デュイントゥナイとなりますね。もちろん笑い going to do でも大丈夫です。どっちも未来の予定になりますね。はい、このワットと泡繋がってわらーとなりますね。わらですねえー。ポイントボインに挟まれた t っていうのは音がですね。 母音,の音と母音の音に挟まれた t ってちょっとラギ行っぽく音が変わることが多いですね。なので、What are you doing? となることが多いですね。OK12、okay,。映画に行かない ?Do you want to go to the movies? はい、こんな感じですね。 はい、u が主語、ワ t と動詞、to 以下が目的語になりますね。w a n と動詞原士原型、何々したいという願望になりますね。あなたしたいですかしないというお誘いになるわけですね。go to the movies で映画に行くというイマ回ジですね。13、忙しい ?are you busy?14、どこにいるの ?where are you? どこにいたの ?where are you? Were you? はい、B e 動詞が過去になったわけですね。問題がありそうな人にどうしたの ?What's the matter? はい、この、えー、matter というのはこれ問題って意味なんですよね。はい、なので何が問題なのということですね。なのでどうしたのちょっと様子がおかしい人に使うわけですね。seventeen どんな音楽が好き ?What's the matter? kind like? Of music do of you、like? はい、こんな感じですね。はい、kind は種類という意味ですね。What kind で何の種類ということですね。Of music の何の種類ということですね。 言うが主語、like が動詞、what kind of music が目的語になりますね。OK、ATN。よかったら、これ、過去ですね、えー。私の家に晩ご飯に来ませんか同じお誘いなんですけど、さっきの「want to do」と同じなんですけど、まあ、よかったら感がちょっと入る感じですね。ちょっと丁寧な感じ。よかったら来ませんかっていう感じですね。Would you like to come over? <For> dinner? はい、こんな感じですね。Would like to 動詞の原型ですね。動詞の原型で何々したいという願望なんですね。Want to do と同じ意味です。で would っていうのは w i l l の過去形で、よかったらっていうちょっとオブラトに住む感じがあるわけですね。なので、より丁寧な感じになりますね、はい。Would を前に出して質問を作るので、Would you like to come over for dinner となるわけです。Come over. over のイメージはこういう楕円形のイメージだから、 楕円形で来るってことは、うちに来る。ちょっとはるばる感が出るわけですね。なので、come over で、うちに来ない、こっちに来ないっていう感じになるわけですね。for dinner、ディナーのためにっていう目的ですね。OK, 19. 私たち駅で会うのはどう提案ですね。Why don't we meet at the station? はい、こんな感じですね。はい、why don't we n これ、丸覚えですね。私たち、何々しないと一緒にするお誘いですね。はい、ミートしない、会わないと、あったステーション。あっては点を表す前置だから、ホテルでもなくて、レストランでもなくて、駅でっていうポイントを指してるわけですね。20、コーヒーでもどう ?How about some coffee? はい、こんな感じですね。 はい。how about も、ま、覚えですね。how about 名詞で、何々しない、何々はどうってこれもお誘いですね。この3っていうのはなくても別にいいんですけども、まあ、いくらかのっていう感じであると現実味が増すわけですね。で、why don't we との違いなんですけど、why don't we は主語が we なので、自分も入ってますね。私たち会うのはどう自分も一緒にやることですよね。how about は両方ありえます。相手だけにコーヒーどうですかって言ってる場合もあるし、自分も一緒に含めてコーヒー一緒に飲まないっていう場合もありますよね。 はいでは音読していきましょう。11.What are you doing tonight?What 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 are you doing tonight?Twelve.Do you wanna go to the movies?Do you wanna go to the movies? Do 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 you wanna go to the movies? thirteen. Are you busy? 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 I busy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  14 where are you 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 15 where are you 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 where are you? Where are you? Where are you? 16. What's the matter? 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 17. What kind of music do you like? What kind of music do you like? What kind of music do you like? What kind, of like? what kind of music do you 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 like? Eighteen. Would you like to come over for dinner? Would you like to come over for dinner? Would you like to come over for dinner? Would you, like Would you like to come over for dinner? 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 19. Why don't we meet at the station? Why don't we meet at the station? Why don't, we meet at the Why don't we meet at the station? 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 Twenty. How about some coffee?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 

B 動詞と一緒に使って、状態ですね。はい、コンディションを聞いています。Weather が主語。天気はどうですかどういう状態ですかいいのかよくないのかっていうコンディションですね。How to is の短縮で How's.22. e 新しい仕事どうこれも How で聞いてみましょうね。How's your new job? これもコンディションを聞いてますね。いいのかよくないのかっていうことですね。23. お母様お元気これもコンディションですね。How's your mother? Twenty-four。新しい職場どうまたハウスで聞いてもいいんですけども今度はより気持ちに踏み込んであなた楽しんでるどれくらい好きだと思ってるっていう感じで聞いてみましょうか。How do you like your new workplace? はい。 you が主語、like が動詞、your new workplace が目的をですね。workplace は仕事場のことですね。はい、今度の how は程度とか経緯ですね。どれくらいどのようにあなたは好き、いいと思ってますかお職場をっていうことですね。より気持ちに踏み込んだ言い方ですね。OK25、okay, どうやって仕事に行ってるのはい、手段の how ですね。how do you go to work? はい、How は手段を聞くことができます。どうやって You go to work? というは矢印ですね。えー、飾り言葉になりますね。このように How は状態や、えー、程度や経緯、そして方法を聞くことができるわけですね。26. あなたのお母様はどんな人ですかはい、特徴ですね。What's your mother like? はい今度はどんな人なのか特徴ですね。What と like でこのセットです。何のような。ここが保護になりますね。この like は好きという動詞の like ではなくて What と like で何のようなつまりどんなということですね。はい、mother が主語 B 動詞ですね。はい、これは特徴キャラクターを聞いてるわけですね。OK27、okay,。沖縄の冬ってどんな感じですかなんか沖縄の冬ってね一瞬どんなお洋服で行ったらいいのかって迷うじゃないですか。そういう質問ですよね。What? The winter in Okinawa、ok、like はいこんな感じですね同じく what と like でセットなんのようなっていうことですねどんなはい、The winter in Okinawa が主語ですねはい V 動し。沖縄の冬はどんな感じのものなんですかっていうことになりますね28あなたの弟さんお仕事何してるの What Does your brother do? はい。Your brother が主語、do が動詞ですね。3日を単数が主語なんで、does を頭につけて質問を作りますね。はい、何をあなたの弟さんはしてるの現在形だから日頃にセットされるから日頃何してるのだから基本お仕事を聞いてるわけですね。OK 29、29. 彼はお仕事どうですか お仕事どれくらい、どんなふうに気に入ってるっていうことですね。はい、さっきの How do you like を使ってみます。今度は How does he like his job? の仕事への気持ちですね。はい、How は程度や経緯、どれくらい、どのように彼は気に入ってますか、仕事っていうことになりますね。Okay, t h i r d y いつも何時に寝るの時刻ですね。What time? Do you usually go to bed? はい。時刻を聞きたいときは、What time? ですね。When だと、いつ。もちろん広い聞き方ですね。You が死語、Go to bed、To bed ですね。Go to bed で、ベッドに向かっていくから寝る行為ですね。Usually っていうのは、頻度のだいたいっていう頻度の副詞で、一般動詞の前に入れるのが基本ですね。では、音読しましょう。one. h o w s the weather today? How's 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 the weather today? twenty two. How's your new job? 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 23. How's your mother? 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 24. How do you like your new workplace? 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 25. How do you go to work? 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 26. What's your mother like? 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 27. What's the winter in Okinawa like? 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 What's the winter in like? 28. What does your brother do? What does your brother do? What does, do? what does your brother 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 do? 29 How does he like his job? 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 30. What time do you usually go to bed? 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 What time do you

はい、解説しますね。はい、What do you do?You が主語、Do が動詞、What が目的語ですね。はい、一般動詞の現在形の質問なんで Do が頭につきますねえ。ここまでだと日頃何してるんですかっていうことで、普段のお仕事を聞いてることが多いんですけど、この後に after you get up ってついてるので、ただ何してるのかを聞いてるわけですね。はい、after。この after は接続詞として使っています。接続詞っていうのは前の文章と後ろの文章をつなぐわけですね。 はい接続詞の後の you get up もこれ、仕事動しがある文章ですね。あなたが起きて後起きた後、何するのっていうことですね。Okay, 夜は何してるのこれも日頃のこととして聞いてみましょう。What do you do? はいこの後に飾り言葉で「夜 in the evening」。 はい、現在系の質問など日頃の習慣を聞いているわけですね okay, 33。このセーターいくらですか ?How much is this sweater?How、はいまあ、much は、ね、お値段引聞く時にもう丸覚えされていると思いますけどマッチはもともと量がたくさんって意味なんですね。これ価値がたくさんってことですねどれくらいたくさんんの価値なんですかっていうことですね。はい でスウェッタ,、ねタ,えー、ターなんですけどここの t がですね結構もうラギョーっぽく音が変わるのでスウェッタースウェッターとなってきますね。Okay, Next それはどれくらい費用がかかるの ?How much does it cost?、はい、同じくどれくらい量がたくさんですね。How much を使います。 it が主語、コストはこれ動詞ですね。はい、how much の場合は目的語になりますね。一般動詞の現在形の質問で三人称単数が主語だから、d e s を頭につけて質問を作りますね。はい、このコストは費用がかかるという動詞で、単純に物の値段を言うときにも使えますけれども、例えば車を修理するのにとか、何かこう動作ですよね。その作業に費用がかかるという感じで使えますよね。OK, 35。このスニーカーはいくらですか同じくお値段なんですが、今度はスニーカーは2つで1組なんで、 複数扱いですね。How much are these sneakers? はい、こんな感じですね。はい、同じく How much? スニーカーカズがが主語ードしハーマチュームが保護ですねはい先ほど、ディスだったところがディズになりました。複数になるとディスがディズになりますね。はい、スウェーラー単数だったけど、今度は2つで1組ですね。靴は。なので、スニーカーズと複数形になりますね。OK 36、36. どっちの指輪の方が好き ?Which ring do you like better? はい、which ring ですね、えー、選択肢がある時は which を使いますねどっちの指輪ですね ?You like better.Better、はい、bet はよりよくってことですね。37どっちの方がいいこれは状態として聞いてみましょうか。Which is better? はい、そのままですね。はい、どっちがいいですか、よりいいですか、だから、ええー、good の比較べらを使ってるわけですね。okay 38、three A. どっちの方が二倍が良い、見た目が良いってことですね。はい、which。はい、今度は見えるという動詞。looks better。はい、同じく選択肢があるので、どっちですね。はい、ここは主語になります。 ルックスは動詞ですね。32を単数扱いなんで、ルックに S つきますね。どっちが見えますかと、よりよくってことですね。はい。グッドの比較、better っていうことですね。39. どっちの方が聞こえが良い動詞を変えます。which sounds better. はい、サウンドって動詞は聞こえるっていうことですね。which が三人称単数扱いなんで、サウンドに s がつきますね。はい、ベラーはより良いというグッドの比較になります。どっちの方がより良く聞こえますか音とかお話の内容がっていうことですね。o k ォー 40. どっちの方が美味しいつまり良い,良い味がするってことですね。which tastes better? はい、こんな感じですね。はい、which の部分が主語。どっちが tast? はい、テイストは動詞で味がするって意味があります。で、三人称単数扱いなんで S がついてテイス e どっちが味がする ?better は good の比較。より良い味がしますかっていうことで、どっちの方が美味しいっていうことになりますね。このように、いつだったら単純に状態して、どっちがより良い,いですかを聞いていると。はい、そして動詞を変えていくと、どっちが見えますかより良く。どっちが聞こえますかより良く。どっちが味がしますかより良く。っていうことで、動詞を変えていけばいいわけですね。では音楽ですね。31 What do you do after you get up? 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 32 What do you do in the evening? 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 33. How much is the sweater? How much is the sweater? How much is the sweater? How much is this 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 sweater? How much is a sweater? 34. How much does it cost? 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 35. How much are these sneakers? 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 36. Which ring do you like better? 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 37. Which is better? 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 Thirty eight. Which looks better? 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 Thirty nine. Which sounds better? 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 better? Which tastes 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 better? あなたのご両親は今も仕事してるのこれは今にスポットを当てた時制で聞いてみましょうね。Are your parents still working? はい、解説しますね、はい。Your parents が主語。はい、parents S がついてると両親のことですね。S がなければ一人の方の親ですね。はい、B 同士、working。 動動詞と動詞と ing で現在進行形ですねはい「still」というのは副詞でまだ今もっていうことですね現在進行形は日頃の習慣ではなく一部の時間のことを言ってるわけですねこれは今にスポットが当た,る当たってるわけですね OK42、okay, 誰と話してるのこれも今にスポットを当ててみましょう Who are you talking to はいこんな感じですね はい、U が主語 B 動詞と動詞 ING で現在進行形ですねはい「talk to 誰々」この「誰々」の文がわからないので頭に「風で持ってくるわけですねはい、えー、これお電話中とかで,ですね電話してる人に「えー、今誰と話してるの?」みたいな感じですよねはい k、okay. 4 3めっちゃ頑張ってるよ」これも今一部の時間にスポットを当てて言ってみましょうあこれなんか <laughs> 疑問文じゃないの入れちゃいましたねあちょっとあの忘れてた、はい、これ疑問文じゃないけど言ってみましょう I'm working hard. はいですね。はい。I が主語、B 同士と動詞、I の字で現在進行形ですね。hard っていうのは副詞で一生懸命ですね。これをさらに強調するのは really, really hard とか入れてもいいですね。はい。OK44、okay.。兄弟いる ?Do you have any brothers? Or sisters? はい、こんな感じですね。いるってことは持ってるでいいですね。言うが主語、have が動詞、any brothers or sisters が目的語ですね。一般動詞の質問なので、do を頭につけますね。five。天気は大丈夫だった ?was the weather ok? はい、the weather が主語ですね。b e 動詞、ok は保護ですね。はい、b 動詞の過去形 was ですね。 46. 休暇はどうだった ?How was your vacation? はい。これは、えー、コンディションですね。はい。どうだったかという状態ですね。はい。Your vacation が主語、B 動詞 How の文はほぼですね。答えとして、great、素晴らしかったよとかになるわけですね。47. どこかに行ったの ?Did you go anywhere? はい。you が主語、go が動詞。anyway はどこかっていう副詞ですね。はい。過去の質問なんで、d i d 頭につけますね。o k y 48. 誰と言ったの ?Who did you go with? はい。 you が主語、go が動詞、はい、go with 誰々。この誰々の部分が分かんないから頭に風で持ってきてるんですね。はい、過去の質問なんで did が頭につきますね。はい、先ほどは talk to 誰誰誰々と話すだから to が残って、今度は誰々と行く go with 誰々だから with が残ってるわけですね。OK, 49. 楽しかった Did you have fun? はい、you が主語。 ハブが動詞、目的語ですね。ファンは、えー、楽しみという目的語、えー、名詞ですね。はい、あなたも楽しみを持ちましたか、つまり楽しかったってことですね。50、今朝何時に家を出たの何時なので、what time? did you leave home this morning? はい、こんな感じですね。はい、you が主語、leave home。この本は名詞ですね、一応ね。えー、家を去る。だから家を出るってことですね。はい。本はね、名詞と副詞とあるんですよね。はい。そして、what time? 何時にってことですね。過去の質問なんで、did が頭につきますね。はい、this morning 今朝。ということになります。はい、では最後音読していきましょう。Are your parents still working?Are your parents still working?Are your parents still working? Are your, are your parents still working? 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 Forty two. Who are you talking to? 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 Who I 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 talking to? Forty three. I'm working hard. 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 Forty four. Do you have any brothers or sisters? 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 45. Was okay. okay? the weather okay? okay? Was okay? So, okay. So, okay. Okay. the weather okay? Was 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 the weather okay? 46. How was your vacation? 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 How was the vacation?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  Forty seven. Did you go anywhere? 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 Forty eight. Who did you go with? 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 49. Did you have fun? 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 fifty. What time did you leave home this morning? 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 OK! よく頑張りましたね。今日もあなたの口が育っております。Thank you for watching. See you next time. Bye!